地の情報をお伝えする知得長崎です。さあ、毎年5月31日は世界禁煙デーということ、皆さんご存知でしょうか。今日はタバコが体に与える影響について一緒に考えていこうと思います。スタジオには長崎大学医師門田浩一郎さん、そして長崎市健康づくり課川崎雅子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さん、まずはこちらのフリップをご覧いただこうと思います。はい、毒の缶詰なんでしょうか。怖いですね。実はタバコにはおよそ4000種類の化学物質と200種類以上の有害物質、さらに60種類の発がん物質が入っているそうなんです。で、毒の缶詰って言われてるんですか、先生。はい、そうですね。タバコというのは200種類以上の有害物質、はい、そして60種類以上の発がん物質が含まれていると言われています。はい、こちらにあるのがですね、タバコを吸っている人が1年間のうちに体の中に吸い込むタバコの中のいわゆる有害物質がどれくらいあるのかということでですね、中に入れたこう有害物質なんですが、よく考えて非常に多いですね。そうですね。これ1年間にこのドロドロした、これ何ですか。これ、有害物質ですね。アンモニアとかダイオキシンとかですね、皆さんもご存知の悪いものがですね、すごいですよ、たくさん体の中に入っている。ドロドロ、これが何、肺の中に。そうですね、入ってるんですか。吸ってる方の肺には、肺に入って、それで体の中に回っていますので、いわゆるがんとか、動脈硬化、いわゆるこう心筋梗塞とか脳梗塞とかに起こりやすいというふうに言われています。恐ろしいですよ。これ見るとちょっともうタバコやめとこうかなと思いませんか。はい、思わないかな。思うと思います。びっくりします。はい、もちろん病気にもなりやすいですし、まだ病気になってないよっていう方でもですね、タバコを吸うことで少しずつ体が悪くなってるんですね。いやでですよ、近年タバコの値上げとか喫煙場所の規制がすごく厳しくなってるんですけど、タバコを吸う方って減ってるんですかね。そうですね、タバコを吸う方自体は減ってきてるんですけれども、はい、実はですね、その内訳を見てみますと、はい、若い女性について言うと増えてるんですね。若い女性は増えてる。はい、全国的にも長崎市のアンケートの結果でも女性の喫煙率には実は増えてきてるんですね。まあ、確かにこうやってグラフ平成9年から平成22年見ると男性ですね、これがで赤が女性、これが平均値ということなんですけど、まあ、徐々には減ってきています。はい、ただ若い女性に限って言うと増えている。本当ですか。カラちゃんは吸わない。私は吸わないんですけども、はい、やっぱり友達で吸ってる方はいますね。そうですね。はい、でタバコはですよ、その吸う方だけの健康問題だけじゃなくて、周りにいる方にもやっぱり被害がある。はい、そうですね。自動喫煙と言いまして、もちろんタバコを吸ってるですね、方はもちろんのこと、タバコを吸った煙がですね、周りの方の影響をしまして、いわゆる周りの人にも小さな子どもから大人までですね、いろんな害を及ぼしてしまうということが言われています。で、三次喫煙という言葉があるんですよね。はい、近年ですね、三次喫煙、サードハンドスモークという言葉が出てきました。例えば皆様もですね、お部屋に入ると誰もタバコ吸っている人はいないけど、この部屋タバコ臭いぞということをよく経験されることがあると思います。自動喫煙は目の前にタバコを吸っている煙を吸い込むということなんですけれど、そうでなくてもタバコの臭い煙がですね、あるところに入っていくだけでですね、こういわゆるタバコの害のものが体に入っていくということで、それが三次喫煙と言われております。タバコは吸わない方にもやっぱり被害っていうのはそうですね、こもってるってことなんですよね。はい、困ります ね。で、先ほどの肺年齢という話をちょっとオープニングでもしたんですけれども、はい、我がスタッフがですね、現在33歳の男性、20歳から喫煙しています。1日だいたい15本ぐらい吸うんですよね。まあ、ヘビーとまではいかないですからね。その方がでさっき肺年齢を調査しましたところ、なんとなんと55歳という数値が出たんですよね。はい、プラス何歳ですか。プラス22歳ですよ。プラス22歳、すごくちょっと正直平成予想ってましたけど、ちょっとショックだったと思うんですけどね。どうなんですかね、これやっぱタバコ吸う方っていうのは肺年齢も高い傾向にあるんでしょうか。はい、自分ではですね、そう気づいてなくても、実際に検査をするとやはり肺年齢が高く出る、いわゆる実際は元気なつもりでも少しずつ、タバコを吸わない人に比べて年を取るスピードが、増えていっているということがありますので、タバコを吸っている方は元気だと思ってもですね、実は元気がちょっとなくなってきているということがあると思います。やっぱりちょっと
まあ、体に悪いっていうのはね、はい、みんな分かってるとか、吸ってる方も分かってらっしゃると思うんですけども、やめられないじゃないですか、そう簡単に。どうしてなんでしょう。タバコがやめられないというのはですね、はい、意志が弱いというわけではないんですね。では、こちらにありますように、はい、タバコをやめられない、タバコを吸っている人というのはですね、実は病気なんですね。病気と言っていいんですか。ニコチン依存症という病気というふうに我々ですね、考えております。はい、一つはですね、タバコをやめられないというのは、まあ、習慣癖というですね、うん、心理的依存というのがあるんですが、タバコの場合それだけではありません。身体的依存といいまして、はい、タバコを吸うとタバコの中のニコチンというのがですね、うん、頭の中でドーパミンという脳内麻薬を出してしまう。でそれがですね、切れてしまうので本能的にまた次のタバコを吸いたくなるという、まあ、身体的依存がありまして、うん、こちら、医師だけではどうにもならないところがあります。そのために治療が必要です。治療が必要なんですか。はい、やっぱり自然発生的にこうやめられるっていう方向には持っていけないものなんですか。そうですね、努力で我慢してタバコやめるかやられる方、非常に稀ですが、いらっしゃることはいらっしゃるんですが、非常にきついと思います。あ、そうですか。今はですね、私たち、禁煙外来という病院での外来、もしくは薬局でですね、楽にタバコをやめられるという方法をですね、皆様にお勧めしております。楽にタバコをやめられる方法、はい、はい、ということで先生はそのような方を対象に禁煙外来というものを行ってらっしゃるんですね。はい、禁煙外来は、はい、まず心理的依存、習慣癖の方については、心の方のサポートをして、そして、身体的依存、本能的に吸う方に関してはお薬を使って治療していきます。聞いたことあります、お薬を使って。はい、でちょっと今日持ってきていただいたんですが、こういったお薬なんですよね。そうですね、病院で使うのは2種類ありまして、1つは飲み薬をですね、3ヶ月間飲んでいただいて、タバコを吸いたい気持ちが少なくなって、でタバコを吸っても美味しくないという気持ちを持っていただいて、タバコをいつの間にかやめてしまう。じゃあこれを飲むことで吸う気持ちが徐々に徐々には減ってくるってことなんですか。あ、そうですか。はい、そして他にもあとですね、貼り薬、ニコチンパッチというものがあります。これは病院ででもですね、処方することができますし、あと薬局で、皆さん買うこともできます。はい、こちらのお薬貼っていますと、まあ、タバコを吸いたいという気持ちが非常に減るということで、タバコを持たなくてもよくなる。これは1日1枚貼りっぱなし、1枚貼りっぱなし、はい、この腕。そうですね、腕とか胸とかですね、肩とかですね、お腹とか皮膚の強いところに貼っていただきます。はい、これどうなんでしょう、つけることでやっぱり吸う気持ち、はい、吸う気持ちは減っていって成功する確率っていうか。そうですね、成功率、薬局でする場合、病院でする場合差があるんですけど、大体ですね、6割からですね、7割ぐらいと言われております。まあまあな率で成功するんですって。すごいですね、初めて見ました。すごく効果ありますね。はい、はい、でもう一つ、はい、ガムが。そうですね、ガムがあります。ニコチンガムというもので、はい、以前は病院で出していたんですが、今は薬局で皆様で買うことができます。うん、ガムはちょっと使い方がですね、普通のガムと違って、使い方が難しいですので、使われる前には必ず薬局で薬剤師の先生に使い方を聞いて使われてください。うん、どんな味がするんですか。中はですね、タバコの中のニコチンが含まれておりますので、非常に、まあ、タバコを吸わない人に感度は苦い。あ、そうですか。でタバコを吸う人がタバコ吸う代わりにこう、そうですね、食べるものがやっぱタバコの味に近い、近いものがニコチンが体の中に入っていきますので、本能的にこう美味しいと感じると。これずっと噛み続けてたタバコやめないのと同じことにはならない。そうですね、実はですね、タバコガム依存症、ニコチンガム依存症というのがありますので、はい、これをですね、少しずつ量を減らしていって、そうですよね、最後はタバコを吸わないというふうにですね、していただきたいと思います。はい、そして長崎市がですよ、この春からある取り組みを始めたんですよね。はい、医師会、医師会、薬剤師会の先生方と一緒にですね、こういう禁煙をしたいっていう方をぜひサポートしようということで協力をしてですね、禁煙の方法であるとか、どういうところに相談に行けばいいのかとかですね、そういうところを市民の皆さんに分かりやすく提供できるようなネットワークというものを作りました。この薬局と医療機関と歯科医院が連携して、はい、禁煙に持っていこうという取り組みなんですね。はい、禁煙の指導も行いますし、はい、情報の提供、ちょっと聞きたい、禁煙の方法をちょっと聞きたいとか、どこで受けられるのかとか、
そういうこともお伝えできます。これどれぐらいの院がこう加盟？そうですね、医療機関は市内に先生がなさっているような外来がですね、はい、90箇所で、薬局の、はい、サポート薬局が市内に34箇所、歯科医院が55箇所あります。そうですか、はい、これも徐々に増やしていこうかなという感じなんですね。でたくさんの方に知っていただいて気軽に聞ける場所ということで活用していただきたいなと思ってます。先生はとても優しそうないい先生だと思うんですけど、はい、確かに病院ってなかなかちょっと行きづらい感じが、ね、はい、薬局ならすぐ近所にあるので、お近くの、まあ、行けるかなという気持ちになりますね、はい、はい、いい取り組みですね、はいはい、そしてこの週末イベントがあるんです。5月26日日曜日、浜の町のベルナード観光通りで世界禁煙デー in 長崎という催しが行われます。どんなイベントなんでしょうか。先生、実行委員長なんですよね。はい、そうですね、今年で第4回目を迎える世界禁煙デー in 長崎、はい、冒頭でお話ししました5月31日は世界禁煙デーということを、うん、長崎の皆様にも知っていただきたいということで始めました。で、実際内容はですね、タバコ吸ってる人、吸ってない人にもですね、タバコのことを知ってもらおうということを考えております。はい、イベントの内容をちょっと詳しく教えてください。はい、まずはですね、タバコを吸ってる方にですね向けてですね、私たち医師やですね薬剤師の方からですね禁煙の方の相談を受けると、またですね、先ほどのですねニコチンパッチをですね、希望の方には1枚差し上げることもできます。はい、あと、先ほどスタッフの方が測っていただいた肺年齢というものをですね、うん、実際に測っていただいて、タバコを吸っても元気だぞと思っていらっしゃる方にもですね、うん、実際はどうなんだろうということをですね知っていただくようなことも、うん、考えております。なるほど、はい。そして健康チェックコーナーもあるんですか。そうですね、喫煙者の方だけではなくって、もう皆さん来ていただいて自分の健康をチェックしていただく機会を持っていただこうということで、うん、血管年齢の測定とか骨密度の測定ですね、あと血圧、体脂肪チェックなどを行います。レントゲンによる日曜肺がん検診、はい、そうですね、レントゲン車はアーケードの中に入れまして、市民の方だけにはなりますけれども、無料の肺がん検診、レントゲンの検査を行っております。いいですね、タバコを吸わない方もいろいろ健康チェックができてね、はいはい、今週日曜日です、浜の町の、ベルナード観光通りで行われます。はい、お待ちしております。いや、もうタバコってやっぱりやめた方がいいんですか。はい、ぜひやめることを強くお勧めします。強くね、はい、先生も希望なさっております。なんか先生と一緒ならやめられそうな、本当に言っていただけるとぜひ皆さんと一緒にやめていきたいと思っております。健康について改めて考えましょう。さあ、今日は長崎大学医師門田浩一郎さんと長崎市健康づくり課川崎雅子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。